はい、皆さんこんばんは。みつるの日常と申します。本日は4月の30日、何曜日だ、火曜日かな、火曜日ですね。これから、背中のトレーニングをします。はい、さっきねちょっとエニタイムでデッドリフトだけやってきたんですけど、カメラ忘れちゃって動画撮れなかったんで、またちょっと外野準備に戻ってきて、こっちの方がね、撮影もやりやすいので、そういった兼ね合いもあってちょっと戻ってきました。でこれから背中のトレーニングをやっていくところなんですが、まあ久しぶりにちょっとね、ジムもちょっと空いてるので、はい、今日は背中のトレーニング5種目ぐらいかな、全セット、全種目はい、取っていければなと思います。尺もだいぶ長くなると思うんですけど、まあ映像を見るっていうよりは、なんかこうラジオ感覚で聞き流しながら、こうなんかね、例えばご飯作りながらとか、洗濯物干しながらとか、あとなんだあとなんだろう、お風呂入りながらとかでもいいですし、まあなんか車運転しながらとかでもいいんで、なんかそういう時に本当なんかたわいもないことをたくさん喋ると思うんですけど、見ていただければなと思います。はい、ということで頑張ります。よし、じゃあ行きますよ。これはですね、よくエニタイムとかに置いてありますね、多分最近ねちゃんとメモつけてます。まあその日やったトレーニングの重量とかをしっかり記録することによって、まあ、今減量中なので余計にそのギャップというか、はい、次また背中のトレーニングやるときに大体いつも同じ種目をやるんですよ。自分の場合は年間通してほぼ同じ種目しかやらないんで、まあ、どうしてもマシンが空いてなかったりとかっていうときはちょっとイレギュラーな種目やるんですけど、基本もう順番も種目も変えないようにしてるんで、最近はちょっとプル系のラットプルとかから入ってたんですけど、今日はちょっとね久しぶりに戻してローイング系からちょっと重さ使っていこうと思います。で大会まであと何日だっけな、ちょっと後で見ます時間があれなんで、まあね減量のね調子はね正直ねあんまり良くなくて、まあスイッチが入ってはいるんですけど、やっぱり入るのが遅すぎて、まだ食事の量もねかなり取ってるっていうのもあるんですけど、やっぱ減量のその絞れてくる感覚がすごいやっぱり鈍いところはあるんで、まあたくさん食べてるはね当然減らないのは当たり前なんですけど、ただ去年の傾向から見ると1ヶ月あれば7割ぐらい仕上がるはずなんで、そこの時に去年の減量の時に1ヶ月間で取ってたカロリーよりも今300キロカロリーぐらい上乗せしてるんで、米をなんと4合食ってます。はい、なのでお腹いっぱいですね。はい、でしかも今日はちょっとちょうど午後健康診断がありまして、2時半から検診だったので、それまで何にも食べなかったんですよ。だからもう急いで今食べてるんですけど、やっぱり4号はねきついですよ本当に。もともと小食なんで。で椅子っていうかシートの高さはまあ人それぞれというか狙う場所によって変わるんですけど、自分は結構この種目で背中の上背部ではなくて、まあ真ん中かな、中部から、まあ、下部に向けて、まあ7割中部って感じなんですけど、背中の真ん中ぐらいなんで、結構椅子高めにして引いてますね。とりあえず今12回できましたね。
思ったより軽かったです。ただ今日はちょっとこれぐらいであと3セットやっていきます。で、まあ今ちょっと説明したんですけど、椅子の高さをかなり高くして、ちょうどすいませんゲップしていました。ちょうど引いた時にこの背中の広背筋の大体ちょっとざっくりなんですけど、この辺からこの辺こう引いて、あと最後肘をグッと下に落とすイメージで、チューブから下部を潰していくイメージですね。ギュッと。でその時にあの胸をよく張るっていうんですけど、張るっていうよりは胸を前にこう突き出すイメージで、このマシンはシートがついているので、そのシートに胸を張るっていうよりは、この引く肘を落とす瞬間に胸をシートにグッと押し当てるイメージで引いてあげると自然と前に行くので、あのよくみんな胸椎を張りなさいとか結構言う方いるんですけど、その胸椎を張るっていうイメージがこのマシンはすごい分かりやすいので、まあ、自分はいつも伝えるときは胸を張るっていうよりはシートに胸をグッと押し付けてくださいと言いますね。まあ、これ自分の感覚なんですけど、水が美味しい。ちょっとここにしました。こっちの方が見やすいかなと。ねねとか言ってちょっとじゃあこれでいきます。3セット目よっしゃ頑張るぞ。今ちょっと後半の多分 3,4 回ぐらいは少しあのこのシートからだいぶ状態が逸れちゃったんですけど、まああの完璧にこなすんだったら多分前半の回数やってる時ぐらいの綺麗な感じでできたらいいんですけど、まあそういうわけにもいかないんで、まあやっぱ 3,4 セット目後半のセットになってくるとちょっとチーティングは必要ですね。だからそのどこまでのチーティングをなんかこう許容範囲というか、まあ、OK な範囲にするかっていうのは各々変わってくると思うんで、ここまでっていうのは一概に言えないんですけど、チーティング使っても最終的には狙ってるところにちゃんと重さを乗せれるように意識してますね。だからチーティング使うとやっぱりその初動からこの終動のこの間、この間の結構あの筋肉緊張させ続けられるところの負荷が逃げちゃうんですよね。やっぱこうクッと背中を反るんで、ここで一瞬こう抜けて入るっていうイメージなんで、ストレッチ効いてて引いてきて、ここでちゃんと体が前にというかシート側につけられてれば、ここの中間も結構入ってるんですけど、ここでやっぱりスッて引いて持ってきちゃうと1,3っていうイメージです。間の2が抜けちゃう感じですね。だからそこはまあ好みにもよるのかな。その1セット目とか1回目からそういうやっぱ間が抜けすぎちゃうと、自分はやっぱボディメイクのトレーニングとしては良くないと思いますね。パワーリフティング、今自分が挑戦しているパワーリフティングに関してはやっぱその1から3の間の、まあ自分は約 1,2,3 っていう初動、中動、終動で分けて説明することが多いんですけど、間の中間の負荷は抜いた方がやっぱ効率的にあの重量上げれるかなと思うんで、ベンチもスクワットもデッドもそうなんですけど、やっぱりベンチとかに関してもこう、ここが初動だとしたら
この中道の下ろしてくるところでグッと力入れちゃうとやっぱボトムから返すと疲れちゃうんで、最初握ってしっかり乗せたら、この下ろしてくるまでの間は本当リラックスしてる感じ、背中に乗せてリラックスして、ここから返すときにグッと力を使うっていうイメージで、デッドもスクワットもまあ同じような感じ、間はちゃんと抜くっていう意識はしてますね。だからパワーに関しては最初と最後の締めが大事で、ボディメイクに関してはもう最初から最後まで全部この3つが大事、パワーは自分の感覚ではまあ最初と最後しっかり決めればそんなにこうズレはなく上げられるんじゃないかなと思ってます。まあ、自分のこの話している言葉がね、一人にでも刺さってその人のボディメイクだったりとか助けになればいいかなと思ってますね。これからは結構そういうなんかトレーニングの発信とかもしていきたいなと思うんですけど、なかなかちょっと時間がなくてね、もう久しぶりですよこんな全セットゆっくり回せる日は。明日から4連休っていうのもあるんで、のんびりしてます。本当はねどっか行こうと思ったんですけど、やっぱどこ行くにもね混んじゃってるんで諦めました。最初沖縄行こうと思ってて、沖縄か北海道両極端なんですけど、どっちか行こうと思ったんですけど、片道で飛行機で3万ぐらいするんですよ、往復で6万じゃないですか。いやーちょっときついなと行ってもいいんですけどね、沖縄に関しては雨なんですよ、梅雨入っちゃって、だから梅雨の時行ってもなと思ってやめました。はい、ということでお次は皆さん大好きなこちらのアタプルになります。まあ、好きかは分かんないけど、でね、ストレートバーで基本やっていきます。で4セットやって、今度ナローグリップ、V 字のね狭いやつがあるんですけど、あれでもう一回4セットやって、なんで合計8セットかラットプルでやるような感じです。重量はだいたい12回から15回できる、重量で、まあ、4セットですね。その例えば12回で4セットクリアできたら、まだ1回セット、回数上げて同じ重量でもう1回4セットやってみて、まあ、次の背中のトレーニングに。だから1セット目の感覚でその日どれぐらいの回数ができるかっていうのがだいたい分かるので、その日の調子に合わせて、セットの組み方とか重量の組み方を工夫します。まあ、毎回その刺激が慣れないように、やっぱその重量で調整するのか回数を増やして調整するのかっていうところの刺激の負荷は結構ラットプルでは大事かなと思うので、まあどっちかっていうとこう効かせる系の種目ではあるんですけど、その中でも幅を効かせてやっぱ重量を持つ紐を作らないとね、マネリ化しちゃうんで、とりあえずやっていきます。まあ、ちょっと今のセットに関してはちょっとチーティングをだいぶ使ったんですけど、やっぱり1セット目に最近はラットプロを持ってくることが多かったんで、この前腕グリップの力が残っている状態だったんで、結構チーティング使わなくても引けるんですけど、やっぱローイングの種目を先に入れちゃうとどうしても前腕の筋肉測るからちょっと弱っちゃうので、ちょっとこれは仕方ないかなと思います。最近のメニューはやっぱりラットプルから入って後半ちょっとローイング軽くやってっていう、結構ネチネチした背中の日が多かったんで、久しぶりの感覚ですね、握力がちょっとなくなるっていうのは。じゃあパワーグリップ使えよって多分皆さん思われると思うんですけど、これも自分の持論なんですけど、パワーグリップ使うとなんかどうしてもこう巻くじゃないですか、巻くので
なんかね、神経的なこう感覚の通りが鈍っちゃうんですよ、自分の中で。もちろんこうバーベルのね、例えば、なんだ、弁当バローとかこういう種目とかはさすがにちょっと素手だときついんで巻きますけど、基本的にはもう自分デッドリフトも違うジムでやるときは絶対に巻かないですし、まあ競技的に使っちゃいけないっていうのもあるんで基本やらないようにしてるんですけど、今のところはやっぱりね、背中に関してはすごくこの神経の通りが大事な部位になるかなって、まあ全部大事なんですけど、特に自分の中では背中は大事だと思うんで、昔からね使ってないんですよ。女性の方とか男性でもそうですけど、握力は結構著しくやっぱりその握力が他の人より個人的にちょっとないなって思う方はパーグリップ使ってあげた方が重さは引けるので、そういった面ではやっぱどんなにねこうちょっと無茶な引き方でもある程度重量がこうロせてさえいればなんだかんだでこう神経系も強くなってきて少しは肥大もするので筋肉もね、まあ難しいところなんですけど、まあいい塩梅を見つけながらね、自分のなんかやりやすい方法でやっていただければと思いますね。自分の場合はパーグリップは基本使わないです。そっちの方がね、前腕も太くなるし腕も太くなります。まあ半分腕トレだと思ってやってる部分も正直ありますね。前腕が強くなるとやっぱベンチプレスの時も役立つし、やっぱりデッドリフトやる時もねグリップが安定するんで、グリップアウトがなくなる感じはします。握力がなくてだいぶめちゃくちゃっすね。仕方ない、ちょっとだいぶ肌が白いですがまだ焼いてないんで、まあ、こんな感じですね。まあオフって感じですよね。まだちゃんと減量スタートして2週間ぐらいしか経ってないんで、これからガンガン絞れてくると思うんで期待しててください。ちょっと重かったんですいません、だいぶチーティング使いました。今日ちょっと握力やっぱ持たないんで、ちょっと次重量下げます。丁寧にやります。最後ははい、ということでこちらからお届けいたします。はい、とりあえずこれも4セットです。ちょっとすでに疲れてきて口数が減ってきましたが頑張ります。今日は握力がなんか弱いな、なんだろう、なんかいまいち今日は引ききれないというか、まあしょうがないですね、こういう日もあるんで。一応まあ二刀流やらせてもらってるんで、両方ともね中途半端ですけど、両方とも結果出せてない二刀流なんで、二刀流って言っていいのか分かんないんですけど、自分の中では二刀流のつもりです。なので頑張ります。よしやろう。
今日はいまいちだな。非常にいまいちな日ですね。仕方ない。マジこういう日もあるんで。今日は本当はあと2種目やろうと思ったんですけど、ちょっと疲れちゃったんで、これやって、あともう1セットやって、もう1種目やって今日帰ります。まあ、16セットぐらいかな、今日は。まあいいんですよ。やらないよりマシなんで、本当に。ね、まあ早く帰ってよく寝て明日も筋トレ頑張れると思います。それの方が明日は何の日だ、肩の日だ。であとベンチもちょっとやる予定です。さっきより1回だけ多くできましたね。1回だけ。まあ1レップって気持ちの問題もあるんで。はい、ラストの種目です。本当はちょっと今日もう1種目やろうと思ったんですけど、握力がちょっと今日持たないんで4種目目、これでラストになります。はい、ケーブルのプルオーバーです。はい、まあちょっとどういう風に映ったかわからないんですけど、また後でちょっと編集するときに確認します。久しぶりにこの長い三脚使ってやってるんで、画角の調整がちょっとまだ思い出せないですね。久しぶりなんで。多分去年のあのビーフ佐々木クラシック前に何回かこの画角で撮ってたと思うんですけど、あの時はもう真っ黒で絞れてたんで、今ちょっと白くてムチムチしてるんでね、なんか誇らしげにちょっと脱ぐのが恥ずかしいんですけどなんかでもあの最近というか、なんか筋肉をこう、まあ動画なんで脱いでるんですけど、基本的に普段トレーニングしてる時になんかジムで脱ぐのが嫌になったというか、その嫌になったっていうのは自分の体に自信がないとかじゃなくて、やっぱこう筋肉を見せたがるじゃないですか。まあ見せたがるって言ったら語弊ですけど、自分もやっぱね、あの筋トレしててこう少なからず自分の筋肉見てほしいなっていう思いもありながらジムで脱いだりしてる時もありましたけど、なんかこう周りに見せつけたいというか、なんかそういう感覚がなくなっちゃって、なんか落ち着きましたね落ち着いたというか、なんか、うん、ちょっとうまく言えないんですけど、そんな今感情です。はい、急に眠くなってきちゃった。もうなんか余裕で12時超えてるんで、さすがに眠くなってきます。逆に言うとこの時間じゃないとこんなにゆっくりまったり撮影できないんで、まあ、この時間でも結構お客さんいるときはいるんで、今日珍しいですね。たまたま、まあゴールデンウィーク中日っていうのもあると思うんですけど、まあ多分今日からまた平日3日間続くじゃないですか、31日って。だからその明日明後日仕事の方が多いんで、あれですけど、休みの人が結構夜中にねバッて人来たりすることが多いんで、うん、まあこうやってジムをね使わせて、自由にジムを使わせてもらえるだけありがたいですよね。
本当環境に感謝して、まあ毎日ね、さっきも言いましたけど 120% で頑張ることは難しいですけど、まあ、ゼロよりはやることが大事だと思ってるんで、まあ、今日もね5種目やる予定だったんですけど、疲れたっていう理由で4種目にしちゃうぐらい根性ないんですけど、まあ、それでもやらないよりはいいじゃないですか、いいわけですけど。まあこんな感じでね、ほんと8年ぐらいやってきたんで、もう8年になるのか、筋トレして。終了、今日の筋トレ終了です。あとちょっと腹筋やって終わりです。はい、ということで今腹筋終わりまして、はい、今日のトレーニング終了です。まあちょっとね、当初の予定よりセット数が種目数が減っちゃったりっていう、まあアクシデントっていうか自分がやらなかっただけなんですけど、まあありましたけど、はい、しっかりトレーニングは、まあ自分の中では自分なりに、まあ妥協しつつも最低限はできたかなと思います。まあ本当いつもこういう感じでやってるんで、まあ結構すごいストイックに思われることが多いんですけど、本当に全然ストイックじゃなくて、もうこんな感じでいつもダラ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 やってます。はい、動画撮ってるから結構ちゃんとセットこなしたんですけど、本当にやる気ない時は今日3セットでいいやとか途中で変えちゃったりするぐらい結構雑な感じです、トレーニングは。はい、でもね、なんだかんだでちゃんと絞れるし、まあ、筋肉もつくし、まあ伝えたいことは何かというと、毎日こう完璧にやりこなそうとやり遂げようと思わなくても本当、まあ、0、100っていう考えを捨てて、間の50取ってもいいし、60でもいいし、40でも30でもいいし、20でもいいと思うんですけど、本当それぐらい幅はね聞かせて、もう0か100じゃなくて間をしっかり取りながらね、トレーニングしていただけるとよりいいんじゃないかなと思います。ね、そうは言っても自分も結構頑張りすぎちゃう時があったりとか、なかなかうまくいかなくて悩んだりする時とかありますけど、特に今なんてフィジークもそうですけど、ビッグ3をね、どっちかっていうと自分の中では重きに置いて1年通して取り組んでるんで、やっぱ減量が始まってもう3キロが落ちたんですよ、体重が。もうその時点でベンチもね全然上がらなくなっちゃうし、他の種目もまあちょっと影響もあったりして、やっぱマックス付近の重量がなかなか持てないっていう悩みもあるんですけど、まあ、そういうのは本当にやっぱり自分の中でどうしても、まあ、落ちちゃうっていうのは仕方ないことだっていうふうに認識して、今はちょっとレップ数増やして、少しちょっとボディメイクに近いようなトレーニングをビッグ3でも取り入れたりして、まあ、筋持久力を増やしたりとか、あとフォームの確認とかね、しっかりできる時期だっていうふうに捉えて、プラスに捉えて頑張ってます。だからこれでまたシーズン終わって、減量シーズン終わって体重を戻していくときにまたマックス更新できたりとかするんじゃないかなと思って、まあ、そういう期待も込めてやってます。もちろんね、体重を落とさずに、まあ、適正体重で過ごしていった方が1年通してビッグ3伸びるんですけど、まあ、やっぱ両方やりたいしね、まあ、かっこいい体で重たい重量を持つっていうのが自分のポリシーというか自分の中での目標なんで、でまあ、両方しっかり結果を残したいっていうのが自分の最終的な着地点ではあるので、もちろんやるからにはそこを目指してるんで、いろいろ言われますけど、ね、まあ、その外の人たちの声っていうのは別に自分にとって あんまりこう重要ではないので、やるのは自分だし、何をするかって決めるのも自分だし、やらない選択をするのも自分だし、無理をするのも自分だし、無理をせず今日は頑張らないっていう日を決めるのも自分だし、まあその日その日の、まあ、気分で人間って動く生き物だし、それをなんかこう周りからの意見とか、周りからのそういうなんかなんていうのかな、プラスな意見とかプラスなこう声かけっていうのはそれに対してすぐ答えて、あ、じゃあちょっと今日こういうふうに言ってもらえたからいつもよりトレーニング頑張ってみようとかっていうプラスに対してプラスに動ける気持ちはいいんですけど、マイナスな意見に対して
マイナスになっちゃうっていうのは本当なんか負の連鎖というか、それが重なってなんかねイライラしちゃったりとかすると思うんで、まあね今 SNS 時代ですからね、やっぱり自分の周りでも SNS を通して結構ちょっとこう傷ついちゃったりとか、自分のモチベーションなくしちゃったりとか、自己肯定感下がっちゃったりとかっていう方がまあいたりするんですけど、結構そういう話もしたりするんですけど、まあ自分もずっとそういう時期を経て今なんかこうなんていうのかな、なんか仙人みたいな今気持ちで過ごしてるんですけど、毎日やっぱね自分が一番大事じゃないですか、人間って。だから自分をまあそのおごるわけじゃないですよ、自分におごりを持つわけじゃないんですけど、まあ、謙虚な姿勢はもちろん大事なんですけど、その中でもやっぱ自分中心で、まあ、自分軸っていうんですか、自分軸で生きていった方が楽しく人生過ごせると思って、これ何の動画か分かんないですけどねまあそんな感じで今年もね、ちょっとあと大会まで何日かちょっと今確認しますね5月12日がベンチプレス大会ですね、パワーリフティングの千葉の。それがあと何日だ、ベンチプレス大会まで、あと、まあ、10日です。だからまあもう今ちょっと重量持てないんで調整もクソもないんですけど、そのままいきます。で、次が6月の16日に広島パワーに出ます。はい、オープン参加なんでトータルの記録だけしか残らないっていう、県記録とかは残らないんですけど、まあ、県記録なんて取れないんでね、そもそも狙ってないですけど、初めから6月の、まあ、59キロ級で出るって言ったね、噂のね、水抜きしまくないといけないような大会なんですけど、そこに出るのが6月16なんで、あと6週間かな、6週ぐらいだから1ヶ月と2週ぐらいかですね。まあ、ここまでに59キロリミットまで落とさなきゃいけないんで、まあ水抜く前で61キロぐらいだったら2キロぐらい水抜けると思うんで大丈夫かな。で、フィジークの初戦ビーフ佐々木があと65日なんで9週間ありますね。まあ9週あれば、まあ、絞れるでしょう、問題ないですね、はい。で、その後予定だと9月の7日かな、9月7日に、まあ、今年のフィジークのメインですね、レモンクラシック、はい、出ます。これはね優勝したらね100枚もらえるんですよ。なんで絶対に今年は取ってやろうと思ってますね。正直言うと去年のレモンクラシックはビーフの3週間後に出たんですけど、やっぱそのちょっと切れ食いとかが多くてモチベーションも下がってトレーニングもできない状態で甘かったんで体が、それで決勝まで残れたんで、まあ、17位ぐらいだったかな、70人中。なんで今年は多分もっともうバチバチに仕上げていくつもりなんで、まあね、どんな選手が出てくるかわからないですけど、もう確実に去年よりも体はブラッシュアップよくできてるし、まあ、優勝できる自信はありますね、はい、自信はあるだけなんで、もっとすごい選手がたくさん出てくると思うんで、まあ、ステージ並んでみないとわからないですけど、はい、体の厚みは、ね、かなり増してるんで、大胸筋もかなり、ね、弱点だった部分なんですけど厚みが増してきてるんで、はい、あとは減量中にしっかり絞り込んで形を整えるだけですね。でレモンクラシックまでは18週間ありますね、余裕ですね、まあ、ここまでにはもう嫌でも多分仕上がっちゃうと思うんで、まあ、7月6日に1回ビーフで仕上げて、そこから2ヶ月あるんで、まあ、どう調整していくかっていうのが今すごいちょっとテーマなんですよね。その2ヶ月間の中でスイッチが切れちゃったりとかすると逆にまた最悪のコンディションというかあまり良くない状態で迎えることになっちゃうんで、そこのどういうふうにスイッチをうまく押し続けて気持ち切らさずにやっていくかっていうところが本当今回のテーマなんで、パワーの大会はいいんですよ、別に一時的に体重を調整するだけなんですけど、やっぱフィジークはやっぱボディコンテストで見せる大会なんで、そこにね行くまでの過程がすごく大事になってくるので、1日だけ頑張ればいいってわけでもないんで、ね、もう最低中の最低ラインでトップ10で、その先はトップ6で、トップ3から確か賞金が出るので、まあ、だから最低ラインがトップ10で、ごめんなさい、もう一回いきますね、最低ラインがトップ10、最低ラインがトップ6、最低ラインがトップ3で、それ以上がもう
目指してるところって感じです。ちょっと突拍子もないこと言っちゃったんで、あの言葉に詰まりましたね。まあちょっと今日はあのこんな感じでグダグダ喋りながらやりましたが、今年まだ始まったばっかりです。自分のシーズンはこれからもうガンガン大会出てめちゃめちゃ、まあ、活躍できるかは分かりません。出てみないと分かんないんですけど、まあ自分のね出せるベストは毎大会尽くせるように、まあ、まず、来週日曜日、千葉のベンチプレス大会があるんで、はい、まずそこに向けて、ちゃんとトレーニング並行しながら減量もしながらですけど、まあ、頑張っていきたいと思います。またちょっと時間あればこんな感じで、長い動画も撮りたいなと思うので、ね、長くてちょっと退屈だったかもしれませんが、最後まで、ご覧いただいた皆さんありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。やべ、乳首透けてるわ。バイバイ。あ、そういえばニキビ治りました。ちょっとここがね今まだ残ってるんですけど、これも多分残る、そのうち消えると思うんで、だいぶ肌がまた綺麗になりましたね。よし。